どうも、ゆーチャンネルのゆーです。本日は五等分の花嫁から、もしもシリーズ映画のフィギュアですね。こちらの方と、私の今日のね、本命、ヌードルソーパーフィギュアの夜王者。まずね、あることがね、前提なんですけど、まあ、あるかどうかは、ちょっと見てみやな、わからんですけど、そしたらですね、こちらの方、獲得していきたいと思います。はい、まずですね、五等分の花嫁から、1からですね、もしもシリーズの第1弾ですね。こちらの方やっていきたいと思います。まず奥からですね、ちょっとやっていきたいと思いますね。左奥、ここでどんだけ動くかですよね。おー、いい動きしますね。いや、いいですね。まあとりあえずですね、先ほど言っとったスパイファミリーの夜さん一応あったので、まだそこそこ残ってました。夜の時間なんですけどね、まあアーニャがね、ちょっと異常すぎたのかもわからんですねあのアーニャすごい良かったんでね、正直再販されやんかなって正直ね思っとるんですよ。いや、絶対ね、まためちゃくちゃ人来ると思うんで、出てくれやんかなって再販でね、思ってます。まあ出てきてくれたらいいんかなって思ってますね、僕は。まあ、一課の方はね、初シリーズ、もしもシリーズですね。めちゃくちゃね、絵が良かったんで、とりあえず右奥ですね。はめるような形で持っていきたいと思いますね。さあ、動きがどう出る？おー、強いっすね。いいですね。まあこの形になったら、どうしようかな。ついてみようか、左奥。うまいことかどうかなんですけど、あー、ちょっとずれたかな。でもこの後の動きでちょっと変わってくる。おお、いいね。これめちゃくちゃ強いですね。めっちゃ左がグイッて。いい感じの、めちゃくちゃ強い感じですよねまあこの形やったら幅も広いんで、手前右爪で変えていくような感じで横にはめていきます。さっきの力の強さやったらいけると思うんですけど、よしよしよし、オッケー。いやいやいや、いいっすねそしたら五等分の花嫁中野一花もしもしですね、こちらのゲットです。はい、そしたら次ですね、呪術廻戦からマヒトですね。こちらの方ですね、初プライズかな、こちらも。やっていきたいと思います。この間のね、ミアちゃんもね、初プライズで一緒のような形やったんで、とりあえず左奥ですね。おー、いいですね。いい形の強さなんで、まあこうなったらとりあえず右奥ではめていくような形で持っていきたいと思いますね。まあ最終的にはね、取り方なんで、正直、やっとるうちにどうしよう、こうしようになるんで、まあとりあえず右奥ですね。ここの後でどういう風な動きになるか。おいけ、はまれはまれ。おお、いいねいいねいいね。これやとまた左奥やね。ここではまってくれるといいんですけど、これでどうなるかですよね。さあ持ってけよ持ってけよ。よし、はまるやろ、はまるやろ、はまるやろ。よしよしよし、いいねいいねいいね。これやと、どうしようかな。反動でいけやんから、もしかしたら。一回、そしたら奥側、両爪で上げてみて、どうなるか。ワンチャン行ってほしいんですけど、反動でね。結構重たいはずなんですよ、このシリーズね。持ってけ！うわー、微妙！変わらないですね。これで変わらんのやったら、まあ片方ずつですね、やっていきたいと思います。とりあえず左爪からやっていきますね。で、どこまで釣り上げてくれるかどうかなんですけど、多分上がるはずなんで、手前がね。よし、おお、いいねいいね。この形や釣り上げもしくはスライドの方が良さそうなんで、まあスライドか、スライドにしますね。あんまりスライドでね、取ったことないんでね、あんまりね。まあ何回かあるんですけど、右爪で、スライドで持ってけ、持ってけよ、いけ、よし、よし、よっしゃ、オッケー。理想的なスライドでいけましたね。そしたらですね、呪術廻戦、マヒトですね。こちらのフィギュア、ゲットです。そしたら次、いきまーす。はい、そしたら次ですね、本日の本命、スパイファミリーの夜ホージャー、こちらのヌードルストーパーフィギュアですね。こちらの方やっていきたいと思います。
いやいいっすね残っとってよかったなと思うんですけど、まずバランス勝ちっぽく真ん中あたりを、おお、この形いい形っすねまあこうなったら一回持つよりは刺して落としてた方が、まあ、軽いんでね、ヌードルストッパーフィギュアですよね。左角よしよしよし、オッケーいやいや見て簡単すぎましたね。そしたらスパイファミリーの夜ホージャー、こちらのねヌードルストッパーフィギュア、こちらのゲットです。はい、そしたら次で最後にさせていただきたいと思いますね。チョコロセフィギュア、こちらのね呪術廻戦伏黒恵ですね、こちらの方やっていきたいと思います。まあ軽いと思うんでバランスキャッチっぽくしていきたいと思いますが、おお、いいねいいね、ハマったねいってでハマった。しかもねさっきのね初期位置がね奥側にねちょっと寄っとったんで、まあ、これいけるかなと思ったんですけどそして左奥ですね、こちら狙ってちょっと手前を開けていきたいと思います。さあ上げてくれるとは思うけど、おお、まあ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 いい感じになったので、右奥ですね、右奥狙ってもうちょっと深くしていきたいですね。声深くなってくれるとは思うんですけども、さあどうでしょうか。いけよいけよ、ここで持ってけ持ってけ持ってけよ、いけ、おお、まあ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 、かかりね、ここでちょっとぐらいは浅くなったかなまあこうなっとるのでとりあえず右奥ですね、ここでどういくか、もうワンチャンいくんちゃうかな、これでいってくれ、いけいけ、おおもうかかりがもうないんじゃない、これ数ミリのところなんで、左奥これ上げたらいけるんちゃうかなと思うんですけども、どうでしょうかね。まあ、軽いしね、チョコのセフィギュアはね。よし、よし、よし、オッケー。ちょっと簡単すぎたかな。そしたらですね、こちらの呪術廻戦チョコのセフィギュア伏黒恵ゲットです。はい、そしたらですね、本日は五等分の花嫁映画のもしもシリーズ、こちらのイチカのフィギュア、そしてですね。スパイファミリーの夜フォージャー、ヌードルストッパーフィギュア、呪術廻戦のマヒトとチョコロセフィギュアの伏黒恵ゲ、こちらの方をゲットいたしましたので、うちに帰って開封の方していきたいと思います。よろしく頼むぞ。はい、うちに帰ってきました。そしたらこちらのスパイファミリーの夜フォージャー、こちらのヌードルストッパーフィギュア、そして SPM の五等分の花嫁中野一花もしもシリーズですね、こちらの方と呪術廻戦から2種類ですね、マヒト、こちらのね、新プライズ品ですね。こちらの方と、チョコのセフィギュアの伏黒恵ゲ、こちらの方ですね、開けていきたいと思います。まずですね、スパイファミリー、ヨルさん、こちらの方ですね、上開けていきます。はい、上の方ですね、開けていきました。まあまあまあ、ヌードルストッパーフィギュアなんで、まあ、こういう形でね、真ん中なのかなっていう感じがしますね。まあ、アーニャの時にどういう風な形でね、入っとったかわからないんですけど、まあ、ヌードルなんで、軽いかなって。で、まあ、見てで撮れたのも、まあ、あながち、間違ってないかな。間違ってないのは変ですけど。そしたらですね、次、イチカの方ですね、上開けていきます。はい、イチカの方ですね、上の方開けていきました。まあまあまあ、SPM はね、こういう形で真ん中重心で、台座がどっちかに寄っとるかなっていう感じなんですけど、見た感じは、台座は箱裏なのかなっていう感じですね、入ってる感じは。まあまあまあ、よかったかな。数手でね、取れたんで、まあよかったです。そしたら次ですね、マヒと呪術廻戦で、こちらの方開けていきます。はい、上の方ですね、開けていきました。まあ、前のですね、ミワちゃんと同じような感じで入っておりますね。多分これ、挟まれとる感じなんで、フィギュア自体がね。そしたら次ですね、チョコのセフィギュア、伏黒恵ゲ、開けていきます。はい、上の方ですね、開けていきました。まあ、チョコのセ系は、こういう形でね、入ってること多いので、まあまあまあ、簡単に取れたのかなっていう感じしますね。
まあお金取った位置もね、なんか初期位置なのか、それとも誰かがちょっとした後なのかなっていう感じの置き方になっとったんですけど、若干ハマりかけとったんでね。そしたら次ですね、スパイファミリー夜さん、こちらの方ですね、出していきたいと思います。はい、夜さんですね、出していきました。いやいやいや、いいっすね。いやー、ヌードル系でスパイファミリー撮るんね、初めてなんで。まあアイナしか出てないんですけどね。まあまあまあ、そこは置いといて、そしたら次ですね、 SPM 五等分の花嫁ですね、こちらの中野一花もしもシリーズ第1弾、こちらの方ですね、出していきたいと思います。はい、出していきました。いやいやいや、これは可愛いっすよね、マジで。いやー、これはいいな。これ第2弾ニノの時もね、ちょっとね、期待したいと思いますよね、こういうのになってくるとね。いやー、この衣装もいいっすよね。そしたら次ですね、呪術廻戦マヒトですね、こちらのフィギュア出していきたいと思います。はい、出していきました。まあマヒト自体もですね、前のミワちゃん、こちらの方とね、一緒のようなね、入り方をしておりますね。まあね、物自体がね、一緒の箱の形状なんでね、まあそれはそうですよね。そしたら次ですね、伏黒めぐみですね、こちらの方出していきたいと思います。はい、出していきました。まあこういう形状で入ってますよね。チョコナツやんでね、まあこういう形で入っておりますね。そしたらですね、こちら4体組み立ての方ですね、していきたいと思います。はい、そしたらこちら4体組み立てと取り出し、こちらの方完了いたしました。いやいやいや、今回もフィギュアいいですね。ちょっと伏黒がね、ちょっと鳴らないんですけど。ちょっと下に置きます。そしたら今回獲得のフィギュアはこちらです。いやー、いいですね。いやいや、いいですね。そしたらまずですね、夜さんからね、見ていきたいと思いますね。いやー、いいですね。マジで、夜さん。僕ね、夜さん好きなんでね。で、これね、この光沢感もいいっすよね。いや、いいっすね。まあ、アーニャもね、再販でまた一回ね、出てほしいんですけどね。でですね、次。SPM、中野一花ですね。いやー、可愛いっすよね、やっぱり。五つ子自体がね、もう完全にね、もう可愛すぎるんで。もう選びやんのっすけど、僕の推しはまあ、ミクなんですけど。で、次、呪術廻戦。伏黒めぐみですね。こちら、今回、クオリティどうなんやの？なんか、悪そうな感じが。で、次、マヒトですね。マヒトの方。こちらはね、結構クオリティ的に良さそうな感じはしますね。まあ、前回のね、ミヤちゃんもね、すごくクオリティは良さそうな感じがしたんで、まあ、マヒトも良さそうですよね。といったところですね。本日の動画はこれで終了したいと思います。少しでも良かったら、チャンネル登録、高評価、通知、コメント、よろしくお願いいたします。